ロードレース。オートバイのロードレースは、舗装されたコースで行われるオートバイ競技の一、形態である。ロードレースは、舗装されたサーキットや行動を利用した特設コースで、指定された距離、周回数を走行してゴールした順に順位が付けられるレースと、指定された時間を走行して最も長い距離を走れた順に順位が付けられるレースがある。 全車が横一列になってスタートすることができないため、複数の列に並べられる場合やコースに沿って一列にべられる場合がある。スタート時の並び順は、スターティンググリッドと呼ばれ、前方ほど有利になることから、多くの場合は、順列が予選によって決定される。予選では各ライダーが、同時にコースインして走行し、一周の走行にかかる時間、ラップタイムのうち、 基礎タイムアタックによる方法が最も一般的である。規定の時間内で最も早かったラップタイム、ベストラップが早い順に有利なスターティンググリッドが割り当てられる。鈴鹿8時間耐久ロードレース、鈴鹿8体など一部のレースではライダー1人ずつ、ースインして1周、または2周の単独タイムアタックが行われ、スペシャルステージ、スーパーポールなどと呼ばれる。 最も有利なスタート位置は最前列の第一コーナー、外側、右コーナーなら左側で、ポールポジションと呼ばれる。現在のロードレースは、大半がサーキットで開催される。その一方、イギリスのマンシマ、TT レースに代表される行動レースも存続している。またサーキットの中には、一部に行動区間を含むものもある。走行距離で分けると、 比較的短い距離を一人のライダーが走りきるスプリントレースと比較的長い距離、時間を複数のライダーが交代しながら走る耐久レースとに分けられる。スプリントレースの最高峰はロードレース世界選手権とされ耐久レースの最高峰は世界耐久選手権とされる。ロードレースに用いられる車両には行動を走れないレース専用車両、ロードレーサーを用いる場合と 行動走行可能な一般市販車あるいはその改造車、プロダクションマシンを用いる場合がある。レース専用車両を用いるレースの最高峰は世界 GP である。プロダクションマシンを用いるレース、プロダクションレースの最高峰はスーパーバイク世界選手権とされる。また、運転者、ドライバーと同乗者、パッセンジャーの二人が乗って走行するサイドカーによるロードレースも行われていて、 ロードレース用のサイドカーは、ニーラーと呼ばれる。ロードレースとのは、モトクロス、未舗装で、起伏の激しいコースを走るレース、フリースタイルモトクロス、ジャンプにおける、動作の難易度を競う競技、エンデューロ、保安部品が付いた車両によるオリエンテーリングと、ラリーが合わさった、レース、トライアル、未舗装のアクロなどを足をつかずに走破する技を競う、トラックレーシング。 様々な不正地の平坦なオーバルコースを周回するレーススーパーモタード舗装路と未舗装路を織り混ぜたコースを走るレースジムカーナ駐車場など比較的狭い場所で小回りの技やタイムを競うドラッグレース直線を停止状態から発進しゴールまでの時間を競う競技ランドスピード直線における到達最高時速を競う競技モトボール オートバイで行うポロなどである。ロードレースは、その名の通り本来は、一般行動、ロードで開催されるものだった。蒸気エンジンで動く自動車が誕生後、1878年に、アメリカで速さを競う競技が行われ、同時期には、ヨーロッパでも、このような競技が行われていた。ガソリンエンジン登場後の1887年、フランスのパリ・ベルサイユ間。 約 30km を走る自動車レースが行われ、1894年にはパリルワン間 140km のレースが行われた。本格的に速さを競うレースは1895年のパリ、ボルドー間往復 1200km のレースで、この第1回パリボルドーレースを初めての自動車レースとする見解が有力である。スタート地点は都市の広場で、 そこから出発して、民家や商店、マンホールなどがある道路を走り、郊外の道路を走り抜けて、次の都市まで速さを競って走る。これが自動車、バイクのロードレースの初期の姿である。このような行動を使用した、都市間レースの危険性を除去するために、レースの形態は、市街地の一定地域を周回するコースを走る、形へと変化ていく。 当初は行動を閉鎖して周回コースを設定する行動サーキットであったが、その後、レース専用のクローズドサーキットが建設されるようになる。日本では1925年、大正14年と1926年、大正15年に名古屋上越地方間の行動を走るロードレースが行われた。これに対し、閉鎖されたオーバルコース、トラックを使用する。 トラックレースも行われた。ただし、一般行動でのレースは、非常に危険で、住民生活にも多大な影響を与えてしまうため、一般行動に似せたレース専用コースである、ロードサーキット、略称は、サーキットが建設されるようになった。現在のロードレースは、多くがレース専用のサーキットで開催されている。その一方、行動を使用するレースも存続している。 上記以外の国でも国内選手権レースが開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。